ャーマンシェパードヨーコチャンネルご視聴いただきありがとうございます。前回前々回とですね、あのヨーコのしつけトレーニングに使ってきた道具の説明をしてきたんですけれども、今日は最終日のトレカラ、このトレカラについてですね、あの今日は説明していきたいと思います。このトレカラまたは E カラーというんですけれども、エレクトリックカラーの E、これがですねどういったものであるのか、あの危険なものではないのか、そしてどういうふうにヨーコをこれでトレーニングしたのか、そしてどういうふうにあのヨーコのしつけやトレーニングに役に立ったのか、そういうお話をしていきたいと思っていますので、皆様どうかよかったら最後までご視聴よろしくお願いします。こちらがトレカラなんですけれども、見えますか、ここからあの電気が流れて犬に振動を与えるわけですね。そしてこちらがリモコンになっているんですけれども、皆さん見えますかね、これこのつまみを調節して電気の力を大きくしたり小さくしたりできます。リモコンにボタンがついてますね。このボタンとこのボタン、3つのボタンがついてます。このボタンはですね、あのバイブレーション、ただの振動になってます。電気は来ません。ちょっと見せますね。次はですねこのボタンを押します。このボタンはですね1回押して1回ポンです。1回押すとポン。次はこのボタンですね、3つ目のこのボタン、このボタンはですね押し続けている間トン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 と振動とピリピリっときます。ちょっと私の手首でやってみますよ。こういう感じです。今レベル10でやってますけれども、結構ね気持ちいいレベルです。このトレカラはですね、2通りの使い方ができます。1つはですねこれをパニッシュメント、いわゆるお仕置きですね、罰、こういうことやったらダメですよ、ポン、そういう風に罰として使うことができます。そのトレーニングはですね、例えばですよ、待てなかった、じゃあボン、まずは10のレベルから、10のレベルでボン、待て、あまだ待てなかった、じゃあ次は20、次は30、40、50とどんどん上げていく、これは罰としてトレカラを使う、そういうトレーニングです。どん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 強くしていく、電気の力を強くしていく、そういうトレーニングがあります。2つ目の使い方はですね、だんだん電気の強さを落としていく、最初に犬が感じるレベルでコマンドを与えていって、40、30、20、10、そして最後はブーっていう音で反応するようにする、またはコマンド待てで待てるように、最終的には電気の力を上げていくんじゃなくて下げていく、そして声で待て、またはブーっていう音のカラーに変える、そういうトレーニングがあります。私とヨーコはですね、2つ目の方法、上からだんだん下がっていって、最終目的は私の声で戻ってくる、または待てる、そういう訓練をしました。ちなみにヨーコはですね40っていう強さからだんだん落としていきました。これは犬によって違うそうで、60でも何も感じないっていうか、ハッとできない犬もいるそうですし、20ぐらいでもハッって感じる、もう犬によってそれぞれ電気の強さっていうのは違ってくるみたいです。実際ヨーコにねトレカラをつけてみました。ここです、この首のここですね、ここに、これは絶対に喉仏の喉仏に当たらないように、首の横です、ここです。でリモコンはね私のこう首にぶら下げてます。一体どのタイミングでボタンを押すかっていうことなんですけれども、ボタンを押すっていうことはですね、すなわちね今プロンカラーつけてますけど、これのコレクション、皆さん覚えてますか、以前の動画でこのコレクションのその必要なし、このコレクションですね、ヨーコが何かにフォーカスしてそこに行きそうになった時にこのガチャンと入れる、これで我に返す、そういう説明を以前の動画でしてるんですけれども、それと全く同じなんです。その必要なし、行かなくていい、とどまりなさい、我に返す、興奮してるのを我に返す、このプロンカラーのガチャンっていうことを、結局これで同じことをするわけです。例えばですね、このプロンのコレクションですね、これですね、これはこれをちゃんと正確に入れるには私がヨーコの真横にずっといなくてはいけないということなんですよ。このコレクションね、これです、これがもし私がこれぐらい後ろにこう来てますとコレクション入らないんですよ、ね、距離があるとコレクション入れられません。そして距離があるとあって入れられない時にこそこれを使ってコーンとコレクション入れる、そういう意味で使ってるんですね。ちょっとおもちゃを使って説明しますね。これトレカラです。でこれソーセージ落ちてます、ヨーコここにバンと行きたいです。でも必ずヨーコは行く前にまずんってこう頭持ち上げて口が閉まるんですね。
そのタイミングで私はボタンをポンと押してました。こういう感じですね。ん？ポン。わかりますか？ん？ポン。それですぐにコマンド、カン。ようこはこのタイミングで良かったんですけれども、犬によって全く押すタイミングが違う時もあります。例えばですね、こういうワンちゃんの場合、あ、ソーセージだ。行こうかな、どうしようかな。こういう子の場合は、やっぱり押すタイミングが違ってくると思います。私は分かりません。それからこういうワンちゃんもいます。もう見た、ブン。見てすぐ突進していっちゃう。そういう子ですね。見た、ブン。こういう子の場合も、押すタイミングがようことは異なってきます。それからですね、一番押してはいけないタイミングっていうのがあります。押してはいけないタイミングっていうのはですね、あ、ソーセージだ。このあたりですね、もうソーセージが目前にある。この時にもし ボタンをプッシュした場合はゴーサインになってしまいます。ブーン。よくこれね、トレカラを勝手にトレーナーさんつけずに勝手に使ってる方に多い間違いなんですけれども、こうソーセージありますね、ワンちゃん見ますね、でもう走り始めてこのあたりからボタンを押すんですよ。ブブブ、これ全部ゴーサインです。ゴー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 、ニャ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 って、あー、ダメダメ、プシュ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 、あー、ダメって、ダメなんですね。そうやって考えますとね、トレカラっていうものはですね、勝手に自分で買ってきてつけてボタン押しゃいいっていう、そういうものじゃないんですね。本当にタイミング間違えますと主従関係とかそういうものどころか信頼関係をなくしてしまいます。だから必ずこれはトレーナーさんとお話をして、どういうふうにあなたはトレカラを使うことができますか、そういうふうにちゃんとこう納得いくお話をしてですね、それからトレカラのトレーニングをされるのが私はいいと思います。このトレーニングをしてくださった原真澄さんというロサンゼルス在住の日本人犬問題行動スペシャリスト、この方がおっしゃるにはですね、まずプロングカラー、プロングカラーでのコレクションですね、カチャンっていうあれがまず大事である、あれをまず犬が知ってないとダメなので、彼女のセッションはですね、まずはプロンカラーのセッション、それができてからこっちのトレカラー、そうするとですね、もう犬はすでにここにショックを与えてこうコマンドが入るように、それを理解できているので、ものすごくスムースにトレカラのセッションが進みます。今はですね、もうほとんどエレクトリックボタンを押さなくて済むようになってるし、陽子の方ももうこれぐらいの距離で戻らないと母ちゃん怒られるだろうなっていうので、なかなかねボタンを押すところをお見せしたいんですけれども、本当に見せられないんですね。ちょっとバイブレーション入れますね。陽子ストップ。はい、今ちょっと反応したの分かりましたか？陽子ストップ。カム。グッドガール。カム。陽子。グッドガール。オフ。オフ。カム。カムヒア。カム。カム。ノップ。カムヒア。シット。シット。陽子シット。ステイ。ノップ。ステイ。教えました。私今これぶら下げてますし、陽子もトレカラつけてますけど、もう押すことはありません。押してもバイブレーションだけですね。もう電気を押すことはありません。エレクトリックボタンを押しません。陽子ももうこうやって私がここに首にかけてるっていうのは分かってるのでね、やめたってこういきますね。絶対問題起こさないからねっていうのをああやってアピールしてくれます。陽子、カム、カムヒア、カム、カム、Place. Place. No, 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 no. No cat. No cat.